突然ですけども、皆さんは何色が好きでしょうか。この世界はまさに色にあふれています。今日皆さんがここの会場に来るまでにもたくさんの色があったでしょうし、ここの会場にもいろんな色があります、ね、皆さんが着ている服であったり髪の色、肌の色、いろんな色があると思います。人間というのは、何百色の色を認識する力があります。ということで、目に見える色だけではなくて、目に見えない色というものも私たちは認識しているのかもしれません。これは例えばアイデンティティの色であったり、その人が放つ色、それぞれの人が私は何かの色を放っていると思っています。今日はですね、皆さんに私がこういった対話の場を企画する際に心がけている色の見方、考え方、そして色の表現の仕方、こういったことをお話ししたいと思います。まずは、今日はですね、皆さんに見ていただきたい一枚の絵があります。はい、こちらなんですけども、かわいいですね。実はこのイラストは私がボランティアで運営しているある団体の参加してくれている実在の子どもたちです。モデルになった子どもたちを絵にしてくれたのはカナダ、日系カナダ人のアニメーターのジェフ・チバ・スターンさんという方なんですけども、非常に多彩な子どもたちが描かれているんですけど、私は普段ミックスルーツジャパンという団体をやってるんですけども、この中にいろんな意味が込められてるんですけども、ミックスルーツというのは人種だけに限らずですね、いろいろな文化、いろいろな経験、文化経験継承したもの、こういったさまざまなルーツが一人一人の中で混ざって、それがアイデンティティだと思っている人たち、そういったすごく幅が広い、いろいろな多様な人たちの対話の場、お互いの対話の場を作っています。そして互いが対話するだけではなくて、じゃあそれを社会全体にどういうふうに対話につなげていくか、少しイメージが分かりにくいと思うんですけども、例えばこういったアートであったりとか音楽を使ったワークショップ、後ほど紹介します。いろいろな方が、ね、ご覧になっていると、神戸でこれやったんですけども、そして非常にまたそれこそ可愛い子どもたちが参加している子ども会ですね。これは年に何回かやるんですけども、見ての通りハロウィンなんですけども、ここはもちろん楽しむ、お互いのこのいろんな人たちがいる、もしくは自分の周りにこういう人がいなかったけども同じような人いるじゃないとか、こんな違う人がいるんだ、子どもにとっての気づきでもあるし、親同士の情報交換の場にもなったりするわけですね。上映会、いろいろなドキュメンタリーだったり映画を上映するんですけども、この後にちゃんとお客さんの皆さんとディスカッションをしたりしてます。そして月一でここ神戸からコミュニティラジオをやってるんですけども、こちらも実は阪神大震災の後に直後にできた、まさにいろいろな多様な人たちがコミュニケーションを取れるように、マイノリティの方から、そして障害を持った方、いろいろな人が番組を持っています。地域のお年寄りも番組を持っています。ここは10言語で放送してるんですけども、そのうちの一つを放送させていただいてます。そしてもうかれこれ10年弱、もう9年活動をやってきたので、それぞれのこういった色を今後未来に生かすために、やはりちゃんとしたデータであったり研究も必要だということで、こういった研究会などもやってます。少しこの絵に戻るんですけども、この絵を見たときに皆さんはどういったストーリーを思い浮かべるでしょうか。この絵が好きなのは私、可愛いだけだからではないんですね。まさに塗り絵のように白黒、まだ白黒の絵なんです。皆さんだったらどんな色をこの絵につけられるでしょうか。その色の選び方、どういった色をつけるか、これによっていろいろなストーリーが変わってくるかもしれません。例えばこれが自分のお子さんだったら、こういう子に育ってほしい、もしくはあなたにはこういったルーツを受け継いでほしい、こういう色付けの仕方もあるかもしれません。受け継ぐ色も大事ですけども、やはり理想としてはこの子どもたちがいずれ自分たちで自分の色を見つけて、そして自分を色付けする。しかし社会ですので、お互いをやはり影響し合うのは防げません。さらにはあまりにもいろいろな色があると、これをどうしようと思う、非常に混乱してしまうこともあるかもしれません。初めて見る色、もしくは初めている色のコンビネーション、社会の中ではこういったさまざまな人たちをが増えていく今の世の中で、未来はどうなるんだ、いろいろな考え方があります。一つは例えばメルティングポット、すべての色を一つの鍋に入れてグツグツ煮てしまったら、もうすべて茶色になっても一つになってしまう、いいじゃないこれでって。ただこうなると
やはり一個人自身が皆さん私はユニークだ私の色を出したいってすぐになるわけですね。ですので完璧にそれは実現不可能でしょう。じゃあそれぞれの色が混ざり合わずに、まあ、一つの要素としてとりあえず共存しよう、サラダボールって言われますけども、これもやはり混ざり合いがもうちょっとあった方がいいんじゃないか。最近ではあなたの色はもう私には見えませんと、もう私はカラーブラインド色盲だっていう、アイデアもありました。もちろんこれは最初と同じで非常に反発があるんですね。いや逆に私の色を見てくれと。しかしこういうことを繰り返していって、そしてこの新しいグローバライゼーションが進む世の中の中で本当に新しいコンビネーションがいろいろできています。これをどう考えるか。人は見たことのない色を見るとひょっとしたら自分の物差しでどうにかこれを理解しようとします。ここにやはり先入観だってステレオタイプがあるかもしれません。そしてこの先入観はそれぞれの物差しによって作られてくるんですが、それによって標準というアイデアも出てきます。そもそも標準って何でしょうね。各社会にあると思います。この国やこの空間にはこの色が似合っている、こういった人が似合っている。じゃあ例えば私、先ほど洲本と紹介されました、下の名前はエドワードというんですけども、まあ、こう名前を言ってしまうといろいろなストーリーが出てくるかもしれませんけども、ある時私は家を借りるために不動産に行ったんですね。不動産に行きまして、私ある物件に興味があったんですけども、そしたら不動産の方が大家さんに、ですね、こちらにあの家を借りたい人がいるんですけど、彼あの見た目が日本人なんで多分大丈夫だと思いますって言ってくれたんですね。でもう、そうやねっていう、このあの、まあ、標準満たせるからねっていう自分で思いはあったんですけども、そこからやっぱり喜怒哀楽が全部来たんですね。なんでこれ私はこれに対して違和感を感じているんだろうと。そこにやはり私は日本人としてのもちろんプライドもありますし、日本人だと。しかしそこの中に紛れもなくエドワードであったりルーツであったり親から受け継いだもの、こういった標準を満たさないものがあって、それも全て私の一部。そして私が多分感じていたのはそれを無視されたり、もしくは表現できていないんじゃないかという、そういう違和感ですよね。とするとよく考えてみると、これは私だけの問題ではなくて世界中のいろんな多様な人、 LGBT の人だったり障害を持っている人、移民であったり難民であったり、社会の身の回りに、すぐ身の回りにいるいろんな色の人は、それぞれ表現したくても表現しきれないものがあるんじゃないか。ですので私の活動でもこういった考え方でも何を大事にしているかというと、ただ単に発信するだけではなくて、どうお互いを見てその間の色を見ていくか、どういう意味を見出すか。これだけ喋っていると非常に分かりにくいので、じゃあこれをワークショップであったりそういうことに活かせる何か見方がないかと考えました。まず視点の整理ですね。自分もしくは当事者、この個人がいます。そしてそれに対してもちろん社会、これがまあ一番二つの分かりやすい設定です。しかしそこにはこの個人が所属する何かの背景があります。ですからこの上にコミュニティというものをつけています。この人は例えば障害者、この人はハーフ、こういったコミュニティであったり仲間、こういうくくりがあるかもしれません。理想的にはこの3つをつなぎ合わせるということです。そしてこのようにまあ交差しているところにいろいろ見ることができるんですけども、これだけでもまだ少し分かりにくいです。せっかく色の話をしているので、色にベースにこの視点を分けてみました。まず一つは当事者の視点、そしてもう一つは社会の視点。皆さんこれをご存知かもしれませんけども、色の原色、そしてまあ光の原則に基づいてちょっとヒントを得ています。説明しますと、これが当事者の視点です。ちょっと覚えていらっしゃる方もいると思いますけども、光の原則によると、すべての光の色が集まると真っ白になる、この真ん中の状態ですね。つまり個人だったりその当事者が、もうすべて私の中のアイデンティティあるもの、すべて伝えたいもの、それが 100% 伝わっている状態だと考えてみましょう。この場合光を足していくとこの理想につながるわけなんですけども、いくら個人が努力しても多分ここに達成するのは非常に難しいと思います。そういう中で何を自分は表現しようとしているのか、社会にはどういうふうにそれが伝わっているのか、これが間の色だったりすると思うんですね。そしてコミュニティと社会の間の接点であったり、こういうふうな形に
リストしていくんですね。それぞれの自分だったり当事者、社会がどういう力があるか、どういう見方があるか、どう通じていないか。逆にヒントにしているのは社会の目線の場合、色の原則です。こちらは矢印が外に行ってるんですけども、というのもペンキなどね、まあ、塗られると色の原則の場合、全ての色を混ぜ合わせると真っ黒になってしまいます。この色の原則の場合は、色を引くことによって新しい色を作るという原則です。つまり最初の真ん中の真っ黒は自分の物差しで塗り固められている真っ黒な、これ以上色がつけられない、そして本当の色もわからない状態かもしれません。こちらの場合でもエクササイズとして、どういった接点があるのか、間にどういう本当は交差があるのか、そして社会はその当事者を見るとき、そしてその所属するコミュニティを見るときに、だんだん色、先入観、自分の物差しを引いていくと間の色が見えていくということです。まあ、論理上はこういうことですので、実際にこれが完璧に交差することはありません。そのためにもまあこの2つの違う色の原則は使いやすいんですけども、まあ、現実はこのように最低限方向性が同じ方向を向いて、そしてなんとなく色が重ね合って、そしてさらに新しい色が生まれていく、こういうふうな社会がまさに多様性に、いろんな色に柔軟な社会なんじゃないかと思ってます。これを実践に使ってます。例えばですね、こういった色を使ったワークショップなどいろいろあるんですけども、まあ、例えばセミナーでマジョリティとマイノリティを入れ替えて議論をする、これもそうなんですけども、アートだったり音楽を通してこういった表現のワークショップ、相手の立場であったりアイデンティティを聞くワークショップ、こういうことをやるとさらにすんなりといろんな世代にも伝わりやすくなります。この場合は2008年からですね、やっていた社会のいろいろな固定観念であったり、そういう物差し、心、感情を揺れ動かす、そして未来につなげていくシェイクフォワードという名前をつけたんですけども、こういった音楽イベントとワークショップをやってました。そこには実は当初6組のグループが出てまして、アイヌ、日系ブラジル、日系ペルー、ベトナム難民2世、アフロジャパニーズ、コリアン、非常にメッセージ性の多い、そういったさまざまな日本国内にいるそういうような多様なミュージシャンに出てもらいました。そして音楽祭だけではなく、こういったワークショップを開催地関東と関西でやるんですけども、地域の青少年に自分もまるで象徴するような色、もしくは好きな色、これを選んでもらいます。これに連動して、言葉やフレーズを選んでもらって、そして最終的にはアーティストと一緒に一つの曲を作って、それを表現する、自分の色をどう相手に伝えるか、こういったことをこの場合はアートを使ってやってみました。少しご覧に入れます。次の日は会場を高取教会に移して、昨日のアーティストたちとワークショップが開かれました。作った詩をみんなで発表します。一人一人の心の色っていう形で、心のオーロラっていうテーマで、作りました。セクシーマイカーなんか好きやね、セクシーで始めました。 OK、 セクシーだ、セクシーマイカラー、マイカラー、おー、自分たちで作った詩をプロのアーティストが歌ってくれたのを見て感動で泣きそうになりました。人生はいろいろ、透明の未来、光の時計。すごく内容が濃くて、なんかまた新しいパワーを得ましたね。みんなやっぱり、ね、幸せになりたかったりとか、より良い世界を作ろうとしてるんだなと思う。そのためにやっぱりみんながもっと一つになったりとか、もっと自分の中に抱えているものをもっと出さないと、何が一番いいかわからないんだなぁ、僕は個人的に。何人ですか？日系ブラジル人です。お、同じですね。まあ僕がまあ日本人、まあなんていうの、日本人としてできることはいっぱいあるんですけれども、逆にブラジル人の存在感、ブラジル人としての存在感とか経験を、なんていう、日本人のためにいろいろ、なんていう、見せたいなっていう、まあそういう
ブラジル人の面を出したいなっていう感じ、はいはい、で逆にブラジル人に、まあ、僕の中にある日本人の部分も見せてあげたいねっていう感じなんですね、はい、では日本にいる日本人なんだけど、はい、ブラジル人まあ、あのまさにあのこんないろいろ話してますけども、参加してくれた皆さんの色から私が学んだことを今日は皆さんにお伝えしているだけなんですね、まあ、こういう分かりやすい例もありますけども、以前私はここ神戸で95年にまあ被災はしたんですけども、その後国連で地域開発を通して、そして途上国でまあ地域開発をしたり防災をする、そういう仕事に就くこともできたんですけども、そういった際に学んだことは、やはり何か社会問題でも何か問題があった時、その問題に巻き込まれている人たちが問題の一部として見られる、これは未来につながらない。そうではなくて、彼ら自身に解決策があり、彼ら自身が何かユニークな力を持っている。例えばそれがコミュニティの中の女性であったりとか、社会的弱者と言われる人たちでもそれなりの知識であったり、自分たちに適した何か解決法を知っている、そして自分たちのユニークなパーソナリティカラーがある。この色の話に通ずるところは、まさにこういったいろいろな多様性ですね、こういったものを柔軟に未来に生かすこと、これこそが一緒に共に実施する三角型のまさに街づくり、この神戸でもやってきたことだと思います。最後にですね、皆さんにこの元の絵に戻るんですけども、こちらの絵の元となった写真をお見せしたいと思います、はい、これが実際の子どもたちなんですけども、今はねもうちょっと大きくなっちゃって何年か前ですので、皆さんはこの写真を見た時にどういったストーリーを思い浮かべるでしょうか。実際にここに写っているのは4組の兄弟と姉妹です。皆さん日本人なんですけども、日本プラス6カ国のルーツを持っています。こんな多様でカラフルな世界がもうすでに皆さんの周りに存在するんですね。ぜひ皆さんもこういったいろいろな色、そして自分の色も表現しながら、すべての人とすべての色に力を、そして未来につなげることを、一緒にできればと思います。どうも今日はありがとうございました。